こんにちは霊夢だぜ。こんにちはマリサだよ。今日はうぷ主が前回マルセキア行って、4000円で女子2人と知り合えるなら、マッチングアプリでもっと女子と知り合えるんじゃないか。と思い、マッチングアプリに1ヶ月プランで課金したから、1ヶ月で何が起こったかの話をするぜ。てなわけでうぷ主かもん。読んだよね。お風呂スキーの真似せんちゃさっさと来い。てなわけでうぷ主降臨。いや、普通に顔出してくるんかよ。別に一言も顔出し NG とか言ってないぞ。はい、視聴者さん、こいつが丸族で丸病もらった男です。デジタルタブーとかしたな。就活に影響出たらその会社にこう言ってやるわ。お金払って丸族行って丸病もらったのの何が悪いと。開き直んな。つか、うぷ主道着着てるってことは、何かの格闘技でもやってんのか？それは、うぷ主は YouTube チャンネル作ったから、至る所のサークル回ってチャンネル登録者増やそうとして、空手サークルに勧誘に行ったんだが、なぜだか、道着に着替えさせられ練習させられ、挙句チャンネル登録みんなに断られて、次の日、練習で18箇所の筋肉痛になったぜ。雑魚すぎて草。とりま、これを見てる視聴者さん。オフパコのお誘い待ってます。やめろ、お前。丸女もらったんだから少しは反省しろ。反省したので丸女で。18から24歳の人待ってます。いや、お前それ一番合法で需要あるところやんけ。25歳から上はママ活でお願いします。お前、今からチャンネル登録者1000人集めて収益化目指してんのに、収益化される額より、ママ活でも受けようとすな。てなわけで自分でコントしててもキリがないので、本編に進むぜ。今日も、ゆっくりしていってね。今回うぷ主はペから始まる治安のめちゃくちゃいいマッチングアプリに課金したぜ。ジェンダーは正直やりもく多そうだったし、言い方悪いが民度低そうな人多そうだったから、正直、やりたくなかったぜ。やりもくのくせに。やりもくでも正直相手がマルチってのは嫌じゃないか？うぷ主純粋だから詐欺に合いそうだし。で、課金したんだが。出会い系って何気に高いよな。1ヶ月4300円で、課金しても送れるいいね数無限じゃないし。仮に1年プランで安くなったとしても、途中で彼女できたら残りの期間無駄になるしな。おまけに契約更新が自動で行われるから。ちゃんと解約しないと自動でお金引き落とされるからエグいぜ。いいね無限に送れないって知ってたから。1年前の無課金時代からこの動画のためだけに毎日ログインしまくって、400いいね貯めておいたぜ。YouTuber の鏡だな。つか、女性側マッチングアプリ全部無料でできるとかおかしいだろ。男女平等を唱えるフェミニストはこれこそ抗議しろよ。はいはい、いろんなとこ敵に回すのはやめようね。で、課金したうぷ主だったが、最初は顔写真載せずにふるさとのインスタで映えそうな写真載せたんだが、誰からもいいねこず、自分から適当に100いいね近く送ったんだが、1マッチとかしかできず、マッチした相手にこんにちはいいねありがとうございます、みたいな文送ったんだが無視されたぜ。よく、怪しい出会い系アプリだと桜がいっぱいいて、顔写真載せてないのにあなたのこと好みだという人が3人います、みたいに表示されるが、その時のうぷ主の気持ちは桜でいいからお話ししたいって感じだった。現実残酷すぎる。しまいには何をとち狂ったか60過ぎのおばさんにまでいいね送ってたぜ。おい、それで恋に発展したらどうすんだよ。60過ぎって自分のお母さんより年上だろ。だが、マッチングできなかった。現実の方がまだモテるわ。60のクソババアの方が自分より人気あるのおかしいだろ。口悪いな。で、顔写真載せたんだが、それでもあんまりマッチできなくて、諦めて、このチャンネル1本目の宗教団体の動画作って気長に待っていたんだが、ある程度マッチし始めてから、突然高確率でマッチするようになり始めたぜ。おそらく、自分がもらってるいいね数が相手から見えていて、5回未満だと5回未満だと表示されるから、5回以上もらい始めて、集団心理でこの人いいかもってなったんだと思うぜ。で、いろんな女性と話したんだが、なかなか文面だけで恋愛に発展させるのって難しいよな。恋愛にガチで持っていきたいなら電話やらするべきなんだが、不審がられないように文面である程度仲深めないといけないし、女性は男性に比べて圧倒的に人気だから、
可愛い子はいろんな人とやりとりしてるから文面のやりとり続かないし、きついぜ。このアプリに交際まで平均4ヶ月で発展しますとか書かれてて、長って思ったが、納得したぜ。男性側ハードモードすぎ。調べたんだが、ほとんどの男がそもそもマッチ自体できないらしい。マッチングアプリって彼女作るもんじゃなくて、恋愛テクが上手い奴が遊びまくるためのアプリだと実感したぜ。これ名言な。しかし、女性側も恋愛目的でやってるだけあって、あなたはこのアプリどんな目的で始めたんですか？とか、恋愛に持っていこうとする女性結構いたぜ。それに対してうぷ主、YouTube のためにしたくてとか、バカ正直に答えてブロックされたり、返信来なくなったりしてたぜ。育ちがいいせいで嘘つけない純粋ないい子に育ったのはいいんだが、バカ正直に生きてもいいことねえな。女性とのやりとり細かいところまで動画にしてもいいんだが、動画の尺が長くなるし、相手にもプライバシーがあるから、かいつまんで解説するぜ。結局、うぷ主近辺の若くて良さげな女子にいいね送りつくしてしまって、100いいね以上残して1ヶ月過ぎてしまったぜ。だから、だいたい300いかないぐらいいいね送ったんだが、確か、25マッチぐらいしたぜ。で、まともに話したのが10人ちょっとぐらいで、LINE 交換したのが1人だったぜ。いやぁ、収穫少ないな。ま、純粋に彼女欲しいなら数じゃなくて大切な1人見つけられればいいしな。で、その女子とはどうなんだね？仲がいいってだけかな？資格の勉強やらバイトで忙しすぎるから、会うのは新学期始まってからお願いしますみたいな感じだぜ。それって会うの拒まれてるんじゃないのか？まあ、毎日話してるし、別に会えなくても仲いいならいいかな。なんだかんだ仲いいのが一番なんだよな。ワンナイトだけの関係って正直気味悪いよな。うぷ主口ではいろいろ言うんだが、普通に根はまともなんだよな。てなわけで今日の動画は以上だぜ。この動画が良いと思った人は、ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくだぜ。では、次の動画でな。そういえば、うぷ主一人だけ500いいね以上もらってる。ちょうどレッドノート級の女子とマッチングして話聞かせてもらったんだが、いいねのほとんどが30、40代の中年のおじさんかららしくて、同世代からはあんまいいね来ないって言ってたぜ。20歳の女子とマッチングしたがる40代のおじさんって想像したくもねえな。って言ってるけど、それ20年後の自分のことかもしれんぞ。本当にそうなってたら視聴者誰か結婚してくれ。つか、終わってみて思ったんだが、丸席や言ったが早いし、確実だな。To be continued.